僕の好きなエスカレーターは、江ノ島のあの上まで登ってくあの長いエスカレーターです。エスカね、タクヤです。あれいいよね、うん、長くてね。僕の好きなエスカレーターは、恵比寿のアトレのあの長いエスカレーター。あーあのアトレに1本目のやつね、3階分ぐらい一気に登ってくる。 あれ確かに、はい、あれが好きです。カズヤです。僕の好きなエスカレーターはちょっとどこのか分かんないですけども、こう来てまっすぐなるところがあるやつです。あ、たまにある、ね、なんかこう下がってちょっとこうまっすぐなって降りてくみたいな、うんうん、怖いよねあれ。あれの怖いですけど、なんかアトラクションみたいでちょっとして、あるかも。なるほど、大島です。コストコのあのガラガラのさ、あれもいいよね。止まるやつね。ストッパーついてる。あれ不思議だよね。ね、確かに。あれもいいよね。あれいいですね。うん、ね、楽しい。ピタッと止まるもんね。あと大江戸線のさ、もういいんですよ。好きなエスカレーター。なんかそもそも好きなエスカレーター聞いたことない。やっぱあるよ、ね。あるある。まあありますけど。意外とあるよ。はい。ということで今日はこちらをやりたいと思います。エスカレーター。イエイ。はい。これはもう。あの前やった8番出口のみたいなやつ、ちょっとオマージュしたんじゃないか的なやつですね。なるほどなるほど、はい、ははは。エスカレーターでまた異変っていうことですね。エスカレーターで異変、エスカレーター、あ、じゃあ勝手に歩かなくていいってことですか。そういうことなのかな。それはいいかも、確かに、うん、走って登れたりもするのかな、うん、なるほど。ちょっとやってみますか、はいはいはい、3人の目があるから、はい、はい、行きましょう、うん、じゃあゲームスタート。よく見よう。ああ、ぽいね。ぽい。ある、こういうとこ。八番出口だとしたらもうこれ終わりだけどね。もう階段が出てきた。出口だね。ね。おお。ちょっと行ってみよう。ここはまだ、まだ何、まだ説明とかあんのか。この光ってるのなんすか？これライト？ああ、ぽい！ぽいね。ああ、なんかあるぞ、ポスターみたいなやつ。でかくない？もうちょっと。でかくない？ポスターがでかいぞ。ポスターでかい。ポスターでかくない？これかな？この光ってるやつをちょっと。なんか歪んでない？あ、なんか出てる。なんか C。C。覚えとこう。C ね、これ。これは C。いや、いいで、覚えなくて。今はまだ何もおかしなところはありません。好きに見て回ってください。エスカレーターの前で C を押せば乗ることができます。なるほど。OK だ。OK だ。危険。エスカレーターの上を歩かないでください。必ず鉄に捕まってくる。はい。じゃあ、まあ、走ったりはできないと。できない。じゃあここかな。うん。ここで乗ってみるよ。うん。C。C。C。おお。はい、乗りました。はい。あ、ここで異変が起きると。はい、走らない。異世界の迷宮。Do not。覚えとこ。ルースラッシュ。2月22日。もう2222。2024年。何これ。うん、雨上がりの昼下がりの映画みたいな。雨上がりな、ありそうだな。デンジャラスレイン。ああ、そういうのもあって、上も見れて。あ、なんかある。あ、なんかある。あ、これも。ああ。うわ、いい街すぎて、思わず飛び降りちゃいましたね。そんなやついるか。何言ってんの？6分。6とか、この0とかね。うん、ああ、怪しいね。新規キャンペーン。え、こういうのも覚えなきゃダメ？あ、もう降りた。一応。おお、なんか。トウヤスキー動物病院。時間を見なくていい。非常口。ああ、ダメだ、出れないと。ほうほうほう。ここ行けんの？あ、ちょっと、ちょっと、まあ、まだいいか。まあ、うん、9時13時。まあ、こんな細かいところはね。まあね、そんな文字まで細かくとかはね。行けても歩き続かない。こう、矢が槍になってる可能性とかあるから。とりあえずこれで弾丸になってるかもしれない。まあ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 。オッケーか。これが何なの？あ、光。また指示が。C ね。これ C。いいんですよ、覚えない。それではゲームスタートです。エスカレーターに乗っている間に不思議なことが起こります。異変が起きたと感じたら階段で下に降りて非常ベルを鳴らしてください。エスカレーターに乗っている間に何もないこともあります。はいはい、何も変化がないと感じたら扉から外に出てください。さっきの非常口かな、はいはい。7回続けて正解すれば、この空間から脱出できます。一部の異変はチェックできますが、怖いものもわかっています、あなたが正解した回数は、あなたの右にいる子が教えてくれます。右にいる子と
右。おお。あ、一っ、怖い、なんか一ってやってる。ちょっと透けてない？気持ち悪い。これあれで見た。どういう意味だよ。リングの呪いのビデオで見た。ええー。ね、タオルかぶったおじさんみたいなね。ええー、気持ち悪い。気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いな。これ何？あ、回数か。一回ってこと。あ、なるほど。あで非常ベルがこれと。これが非常ベル。リアル Q 太郎だ。リアル Q 太郎。本当だ。じゃあちょっと、はい。じゃあここからもうスタートか。はい。じゃあみんなで見ていこうね。見ていきましょう。はい、スタート。はい、もう、はい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 。嘘でしょ？嘘でしょ？走らない。走ならい。走ならいだった。走ならいになってる。走ならいだった。あ、大丈夫だ。走ならいだ。おいおいおい。もう、やめんなよ。見つけてからのこのエスカレーターは苦痛だわ、もう。俺たちはやめんなよ、お前。長いわ。橋ならいってなんだよ。橋ならいじゃないんだよ。橋ならいになってる。もう、あれ殺して。え、これで非常ベル鳴らすんすか？非常ベル、ね、降りてかなきゃ。急いで降りなきゃいけない。何にも非常なことないよ、ね。別にこんなんじゃ。橋ならいだよ、うん、いや、舐めてもらっちゃ困るよ。橋ならい。Do not rush。あれ？あ、びっくりした。いる。これを押すよ。あ、どうなってる？あいつの手。お、かわいい。お、かわいい。ピースしてる。はい、チーズだ。じゃあ、こんな調子でいきましょう。はいはいはい、はい。もう2だよ。あと5回。やめんなよ。さあ。はい、走らない。走らない。2024年の22回のね。あよ、ほんとだ。矢が刺さってる。矢みたいな。本当に嫌がさせてる。本当に嫌が。見つけた後は苦痛だな、この、ずっと自分で動かせないの。スキップないのかな、スキップ機能。スキップ機能欲しいな。お前、いや、刺さってるよ。本当に膝に矢受けてるよ。当たっちゃってたじゃないですか。膝に矢。膝に矢が刺さってる。これ、刺さってるわ。リアルに一般人のいたずらだとしたらすげえ怖いけど。怖いっす、ね。怖いよ。うん、はいはい。これもじゃあ。おいおいおい、ちょろいもんよ。一発でクリアだな、これはな。そうっすね、サクッといきましょう。膝に本当に矢が刺さってます。まあ、振りみたいに言ったけど、本当にクリアしちゃいそうで怖い。いや、ありえますからね、本当に。一発で。はい。はい、はい、はいはい。さあ、3になってるな。なってるでしょ？ 3、はい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 。はい、行きます。おいおい、クリアしちゃうよ、これ。今んとこポスターだけだけど。走らない。そうね。そっか、いろんなね。大きさも見ていきましょう。1、2、3があるよね。誰か降りてくるとこもありそう。ああ、なるほどね。もう、今回変わんない。デンジャラスレイン合ってる？合ってると思ってるよね。はい。8分になってる！はい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 。8分になってます。あるのね。6分です！いや、怪しいもん、あれ。怪しい、怪しい。強調してるから。わかるわかる。8分じゃ飛び降りたいほどの街じゃない。いや、そうだよ。6分だから飛び降りたい。大事なんだ。大事、大事。もう。8分。6分でした。意外とこう数字とかもあって。いやー、じゃあ、確かに。大丈夫か。お、でももう4ですよ。動物病院の始まる時間とかちゃんと見てないけど。いや、でも、時間は。あーもう、え、これはどっちだこれはどっちなんだ ?4 だ4、4。これは非常ベル？これは言わないよ。いもうやんなよ、そういうこと。浮かれてんだよ、これ。どっちかわかんないことすんなよ。いくよ、うん。はい、走らない。うん、世界の迷宮ってね、はい、はい、店に、はい、合ってますね。ここ、ライト1個だったもんと思って。わかんない。2個じゃなかった。うわ、ちょっと待って。わかんない。1個じゃん。マジか。2個だったよね。結構。でも、まあ、法則的に言うと、ね、ここだけ1ってのも、うん、まあ、おかしいっちゃおかしいです。あれ、マジ？そこに1個だったら、最初から、あ、ここ1個だけどってなるもん。なるか。なるか。うん！びっくりした。
は？いや、それなんか来たと思います。違和感だ、違和感。違う、なんか今変な。大島が違和感だ。え？ああ！俺のあれ、なんか感じてたかもしれないです、僕は。ちょっと待って、意味がわかんない。今のどうやって意味がわかんないんだ、今のどうやってダメな。今のどうやって逃げるんですか。今のは何だ、立ち止まったらダメな。今のはどっち、もうスーッと行かない。今のは違和感なのか、それか立ち止まると毎回ああなっちゃうのか。あー、なるほどね。なっちゃう可能性ありますね。なるほど。止まってたから、ずっと。え？どっちか。じゃあ、大島のせいだよ。俺のせいです。怖かった。俺のせいか。いや、すいません。なんか気持ち悪いのが降りてきたのかと思って。気持ち悪いのが降りてきた、みんなが。あの、模様ね。模様が。うん、なんか。分かる。皆さん、コメントで、何分何秒、大島、あ。お願いします。ああ。もう一回行こう。ああ、ここも最初からか。飛ばせんのかな、この辺はね。ああ、じゃあもう。あれ、またじゃん。ここ飛ばせないんだ。もうじゃあ、あとは最初はもう登って降りるだけですよね。意外とさ、ちょっとポスターもう一回見てくんね。このさ。あの、電気見ましょう、電気。あ、一だ、一個だ。一個なんだ。で、これ、持ち込めるパンは一つとなっておりますっていう謎のあれとかも見てるけど。ああ、ほんとだ。怪しい。雨上がり。の昼下がりなんだ。これを雨下がりの昼上がりになるんですよ。いやーとかね、ありそうっすね。これ嫌ね。これ嫌刺さるやつね。はい。はい。東安スキー動物。で、ここら辺もなんかありそうだよね、東安。なんか顔が怖くなっちゃうとかありそうですね、この女の人の顔が。なるほど。診療時間。ちょっとじゃあ、これで。診療時間でもいじんないかな。結構ちっちゃいですよ。まあこれが。犬ドッグワンコ。いや、これはきついよ、これやられたら。何すかこれ、犬ドッグワンコバウアウ。犬だけってこと？犬ドッグワンコバウアウ。そういうことだ。全部犬だね。あ、本当だ。そういうことか。結局犬だけだ。面白い。面白い。面白いか。はいはいはい。はい、行こう。よし。行きまーす。一応あの子見といて。立ち止まらないね。立ち止まらないってルールあった？本当にそれが、ね。ないよね。変えてくるね、ちゃんと。知らない。1個目は必ず、あれってことはないね。異世界迷宮店。雨上がり、昼下がり。待ってる。待ってるね。異世界への迷宮店。あれ？何？何怖い？怖い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 。怖い怖い。電気消える。最悪。暗っ！怖っ。普通に怖いね。いや、もう違和感しかないじゃん。こんな怖っ。ちょっと怖いな。怖い怖い怖い。なんか普通にいそうだ。怖いよ。違和感。怖いよ、これ。これ普通に怖い。怖いね。嫌だね。こういうのもあんだ。これ最初だったら怖っってなってたよ。はい。はいはい。最初が、はい。橋習いだったからさ。そうですね。油断しましたよ。走らない。走らない。ね。パンは一個ね。パンは一つ異性か。はい。はい。あそこライト一個ね。ライト一個。雨上がりで昼下がりね。はいはいはい。いけるいける。次はいける。はい。正面とかも見れるとき見た方がいいの。なんか来る可能性あるの。うん。6分だ。今のとこ何もないね。膝に矢を受けても歩きつけ。はい、はい。はい。もうこれも変わんない。遠いですね。はい。あれないんじゃない？じゃあ行けるか。ないパターンもあんのか。だから言ってたよね。あ、ない、うん。はい。あ、じゃないわ。行くよ。うん、はい。ないとき不安だね。はい、なってる。3になってんじゃない？はい、オッケー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 、このまま行こう。オッケー、いい。調子いい。はい。はい、走らない。走らない来てほしいな。パン一つね。
あそこの電気一つね。オッケーオッケー。はい。雨上がりの昼下がり。デンジャラスレイン。オッケーオッケー。でっかくなってないポスター。今んとこ。まあ、過ぎてからっすもんね。周りのタイルと合わせれば。あそこの下の展示ブロックも見といた方がいいのかな。なるほどね。0円。あれ？あ、いや、大丈夫か、大丈夫。すいません。そこが1個、2個になってるかなと思って。あ、なるほど。はい。え？ないか。ないね。ないんじゃん。ライバーはそのまま？あ、ちょっと待って、後ろ見て。あ、いい、大丈夫か。これが長い！え？まあ確かにおかしいな、これ。これが長い！長いか。長いかもしれない。いやいやいや、そんな。いや、でも、だでもありえないっすよね、確かに。ありえない？ありえなくない？ありえないか。長い、長い、ありえない。ありえないね。ありえないっすよ。そんなことしちゃダメだもん、ね。ダメです、ね。長い長い。危ないもんね。あ、長い、長い。長いわ。へぇー。普通出てないもんね。うん、来た。すいません、すいません。いや、そんな急に降りないで。ほら、ほら、ほんとだ。危ねえ。確かに長いわ。長かった。すげえ。今の気づかない。長い。これ、いや、これ、これ、これ、また長いか、これ。もう一回乗ってみよう。どういうこと？また長いとかあんの？長くない？だって危ないもんね、あれね。え、二連チャンとかあんのかな？いや、ないんじゃん。知らない。上見ないとわかんない。そうっすね。知らない。そ、上長かったら怖いな。確かに、違うものだった可能性が出てくる。はい。雨上がり、昼下がり。はい。大丈夫。膝に矢を受けてもね、大丈夫でしょ？はい、6分。ね。大丈夫。今待ちすぎて思わずと。あの展示ブロックも合ってるね。あの形。遠野今足音した？いや、この会社の奥の。長いじゃん。長い？あれ長い！長いな。え、どういうこと？またやってる可能性。え、2連チャンある？で、さっきのがそれで正解だったんだったらもう一回行くべきで。これでじゃあ行ってみようで失敗した時の方が嫌だでしょ。これで戻って押して、ダメだったら、あ、じゃあ関係ないんだな。おかしいよな、長いもん。え、2連チャンあんの？え、あるんじゃん。ん？こうだ、ほら。やっぱ長かったんだ。あれ長いよ。長くない？何、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 何してんの？長くないか、今回。長くないか。長くないのか。いや、長いけどな。あ、でも、ま、上を見ないとわかんないか。なんか、その長い3連発ある？走らない。乗ってからですもんね、判定は。うん、ここに。あ、なるほどね。あ、異世界の。下はあんぐらい毎回出てんのかな。そうかもしんない。声の結構。え？教えてください、後でコメントで。いや、違います。2回ともなんとかがなんとかでしたみたいな。いい街すぎて。はい、0分。キザニア。トーヤス。ん、どっく、ワンコ。あ、ちょっと待って。ここの天井はに、ずっと1個だった ?1 個だった。あー、長いよ。長いよ。長いね。ちょっと待って。え、そんなことある？それだって嘘だよ。ん、どっく。怖っ！意味わかんない。確かめさせないような。え？長いっすもんね。長い。普通に。何それ？じゃあもう一回やってみる。まあ、いや、だから手すり長い三部作だよ、これは、今回。手すり長い三部作って。いやいや、全く一緒じゃないですか、話。6になってたら。6だよ、ほら !6 だ。怖っ。沈まれ、私の右腕。な、何それ？短いんじゃない？短いか、短い。短い。ほら。そんなことは。だから、長い三部作で手すり長い三部作だったの。ほんと？そんな確率ある？すごいな。走らない。明らかに飛び出てたもんね。うん。マジで？異世界の名店。でかいの来ないでよ、ここででかくなるわ。
丈夫だよね。電気大丈夫でしょう、うん、誰もいない。あれあれ地下ってしなかったっけ、地下ってしなかった。いや、多分、反射の移り変わりだと思う。本当？ところが。6分。地下ってしてるか。地下ってしてる？ちょっと見て。どういうこと？電気地下ってしなかった。普通なの。あれ長くない？あれ？燃えて。燃えて！むずいよ！長いよ。長いよね。長いよ。でもさっきのが長かったよ。さっきのが。え？え、そうですか？長、あ、一緒か。いや、燃えて。いや、さすがにやばいよ。これで7だったら。ね、正面のタイルだけ縦なんだけど。絶対おかしいよね。どれ？後ろ。ん？タイルが。タイルが。正面だけ縦になって。上も縦で。これもでもじゃああれにする？え？やばいっすよ。長いもんね、だって。いや、もう3回同じことやってんす。え、待って。本当？ 4 連ある？声の手のゲームで。ちょっと待って。4連、いや、4連あります？マジで？嘘だよ。ああ！ 1 だ。関係ねえんだ。やっちった。じゃあもうないんじゃん。そう、タイルとかさ、いい加減にしろよ、だって。なかったんだ、今。え、でも短いぞ。あ、違うか。短く見えるよね。短いよね。いや、ここはこうだな。これはこうなのか。え？じゃあ何？やべえ、なんかまんまとハマってる。何あれ？じゃあ、あいも、デフォ、じゃあ、俺らその3回連続で見逃してるってことですか？見逃したのを、なんかたまたま成功した可能性もある。え？え？よし、ちょっと。もう、こっからは、じゃあ、あれに惑わされないように行こう。6分。じゃあ、今見る手すりを、あれとしよう、ちゃんと。うん、ノーマル、デフォルトとしよう。な、大丈夫だね。もう大丈夫ですね。遠いやつ、うん、下見ます。はい、大丈夫。縦だもんな。で、出てる、出てるわ。で、縦だ。ごめん、これ縦なんだ。で、何もなかったよね。何もなかった。じゃあこれで成功したらもう手すりはもう、手すりはもう関係ない。1だ。なに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 、やばい。意外と舐めてたかもしんない。ちゃんとちょっと待って、ちゃんとしてるかもしんない。あれ、今手すりってこと？わかんない。長い。これはなんか感じるね。うわぁ！びっくりした。うわぁ、流行りを取り入れてきた。びっくりした。スイカだ。流行り取り、ね、スイカゲームしてるわ。いやいや、そういうのちょうだい、いっぱい。わかりやすいね。うん、こういうのわかりやすい。じゃ、これで手すりが長かったら関係ないってことですね。関係ない。マジで。え？一回手すり問題を解決しないと。何を見逃してんの、俺たちは。じゃあ。ちゃんと見とこう。新規の登録料、初月利用料ゼロ。ノードサポーツジム。邪魔だな、ここにある。で、これも縦でいい。タイル縦でいい。長いよ。でも手すり長い。もう長い。はい。ちゃんと長さ、OK。これ毎回これね、じゃあ。はい。手すりね。OK、OK。ちょっとこれピエロに当てるわ。それ違うゲームだ、うん、誘拐事件だから、はい、はいはいはい、こういうのはいはいはい2、はい、2ですね、はい、いや何見逃してたのかが気になるな。乗ります。はいはい、走らない。パン一つ、後ろチラッと見て、電気。俺責任持ってこれからの昼下がりタイル見とくか。あ、違う。違うパターン。オッケーオッケー。こういうのがいい、こういうのが。分かりやすいのがいい。これ、8運がこれだから、うん、違和感これだから、うん、あとは全部通常通りってことで覚えてる。うん、タイルは縦ね。縦、タイル縦。
天井も立ってね。手すりは長い。はい、長いダメだろ、これ。危ないぞ。見たことないよね、あそこまで飛び出しながら。引っかかる人続出しそうですけどね。よし、じゃあ行きます。みんな言ってそうだけどね、手すり長くない？ 3。みんな一回よ、引っかかりそう。行きます。はい。知らない。24年2月、パン一つ。雨上がり、昼世界牛を見て展示ブロック OK、 形も OK ね、展示ブロックね、電気も OK、 電気 OK、 デンジャラスレイン、20年春ね、はい、雨上がり、昼下がりでしょ、後ろ振り向いて6分、あれ、はい、何もないか、何もないね、遠安、うんうん、大丈夫ですね。東安軌道。大丈夫だね。うん。これはじゃあ行ってみるよ。はい。うん、なんかさっきのさ、一段。さっきの手出てきたのもさ、あれ、走れば、あれ違和感の一つだったの。ダメか。これは意外とだ。意外と難しいね。何だったんだ？ちょっと待って、一回この展示ももう一回見てみない？この、幅というか、2、4、6ね、2、4、6ね、いや、こういうの一個一個やっぱちょっとずつ積み重ねでさ、そうっすね、さっきね、上から見たら手すり長かった気がする、長くない、長いんだよ、毎回長いつづりとかもあんのか、はい、うわー、びっくりした、こういうのよ、草間彌生さんが降りてきた、草間彌生さん。どういう作り、これ回転してるけど。かわいいね。はい。こけしみたいな。はい。はい、OK。OK、OK。こういうのがいいね。河村さん、あの、タンポポの河村さんはね、こけしめっちゃ好きなの。ああ、はいはいはい。でも、やっぱ、いろんなとこで言ってるから、こけしすげえもらうんだ、なるほど、それはそれです、ね、ちょっと置けなくて、あのちょっと整理したっつって処分をするのも大変そうですよね、確かにこけしはね、はい、はい、乗ります、うん、一応チラッとだけ毎回見て、あのタイル、うん、タイル、はい、はい、知らない異世界の、はい、パン一つ、普通、うん、雨上がりの昼下がり、彼らはあるね、2024デンジャラスレイン、 OK だね、8分、はい、お前はもう知っている、よし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 、 OKOK、うん、8分がなんかすげえ嬉しく思えて、そのさ矢を受け、膝の矢を、うん、でかくない？どうした？え？普通に。あ、そもそも？そもそも。これだけ。まあ、でもこんなもんじゃん。こんなもんか。うん。オッケーオッケー。これ分かりやすいのは。これ何だったんだよ、これ。あれが分かんないですね。確かに。あれ意味分かんない、ね。簡単に意味分かんない。はい。3。3、3だ。はい、オッケー。大丈夫、まだ酔ってない？まだ大丈夫です。あ、ダメ。え、もう階段のとこなんか変なんだった。え、え、ちょっと待って、ないね。そう、乗らなくてもわかんの。うん、あ、なんか、あ、怖っ、うん、気持ち悪い。なにこれ、気持ち悪い。えぇ、怖いじゃん。え、ちょっと待って、どうすんのこれ。これどうすんの、いけんの、大丈夫です。まあ、たまにあるもんね。たまにある。ないでしょ。一番怖いですけどね。で、階段気持ち悪いが何だったんだよ。お前の。階段がね、なんか発泡スチロールみたいに見える。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、わかりやすい。はいはい、はい。非常ベル。よし、ここはクリアしよう。そうね。はい。うん、これで4か。4までは結構いくんだけどね。
6まで行ったのかさっき。さっき6です。はい、踊ってる。はい、はい、はい、4ね。一回ちら、うん、タイルも見てるな。知らない、下のタイル。あ、ここない。お、ないわ。ない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 。お、すげえ。電気ない。オッケー。1個だけの電気がない。あれも1個っていうのは注目してたから。そうっすね。そうだね。うん、わかるよ。よし。ここまで来た。この辺にちょっと反射すんだね。そうそうそう、反射。だから地下中で反射するか、なんか電気がついたように見えるんだけど。うん、じゃあ、この動物病院もやっぱり、これまで来ると、ないっても判定しちゃいますね。ちゃんと見ずに。そうだね、ちゃんと見なきゃダメだ。まあ、軽くちょっとちゃんと見てかな。一応。トーヤスキーね。顔もちゃんと見とこう。で、注射瓶。そうですね、注射瓶。はい、そうですね。それも大事かも、意外と。うん、あの顔、あの顔。はい。おじやち。はい、オッケー。おじやち。確かに。あの、薬とかの位置とかありそうだな。ね。とりあえず今回は電気がなかった。はい、こうなってますよ。はい。はい、あと2ついけるよ。いきます。はい。走らない。走なら生きてほしいな。ライトあるね。ライトある。よしよし。雨上がりの日下がり、はい、2月22日雨上がり、日下がり、世界の免疫、はい、6分ね。うわー、ここで何もないパターン、何もないの不安なんだよね。矢を受けても歩き続けてられる、うん、あの手来ないでね、ここで。遠屋敷ね、一応そのスタはい、うん、大丈夫ですね。待ってる、待ってる、時間待ってる。はい、大丈夫だね、うん、大丈夫ですね。じゃあ、も大丈夫、入ろう。お、6来たぞ。来た来た来た。これでダメだったら怖いね。ダメだ。えぇ、何、なんかあったのか。待って、でかくなってるとかある、まさか。でかくなってる、ある。え、結構ちゃんと見たぞ。左とかも見なきゃダメかな、左とか、ね、あ、なるほど。あー、もしかしたらね。ああ、びっくりした。左、こっちとか左になんかあるみたいな、あるかもしれない。確かにマジでノーマークですね、そこに関しては。こっちとかも全然見てないから、うん、あー、なるほどね。え、ポスター系は大丈夫だったと思うけどな。舐めてたな。オッケーオッケー。しくしょ、悔しいなぁ。悔しいなぁ。悔しいなぁ。そりゃそうだよ。さすが、やっぱ簡単にクリアさせて、ね、くれないですね。くれないよね。高難易度も混ぜてるよね、それ。うん、それをちょっと見破ったときに、俺たちは成長する。うん、よし、まあまあ、こうね。邪魔だ。いいですね。はい、行きます。橋なら来てくれ。 OK ね、OK ですね。はい、上の電気、はい、OK、 電気も一目でね。 OK、 はい、OK、 前見ます。はい、OK、 左なんもないですね、うん、大丈夫ですね。6分、そうだね、こんぐらいじっくり見てもいいね。あと、一応看板も見とく。もうですね、はい。ゼロ。ないな。ないか。その動物病院のやつ見せてください。富士中さん、待ってる。待ってますね。犬汚いか、ちょっと。いや。犬ちょっと汚い。あの白と茶色のカルテみたいなのが逆になってるみたいなのもある、うん、うわぁ、それむずすぎるなぁ。一応見とこう、今のが白と茶色だった。いや、大丈夫だね。はい、
出ます。はい。はい、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。3。はい。3ね。よしよしよし、こっから行くよ。走らない。はい。タイル、はい。1個ある。はい。雨上がり、昼下がり。タイルの形もちゃんと覚える？いいよね。いやー、難しいでしょ。6分。はい、6分ね。こう上で一瞬誰か見るとか、そういうの、ね、怖いのあったら嫌だ。いや、ない気がするな。とか意外と、このエスカレーターの足元なんか、うーん、電気が少ないとか。こう2つなかった、この斜めに。でも下にも2つあるのよ、その下。そっか。はい。その手すりが短いとかもありえるかもしれないです。なるほどね。もうその今ノーマーク。ここ手すりないよ。いや、なかったです。なかったですね。なんもないってことですよ。ないように見えるけどね。よし、行きます。はい。ちょっと待った。じゃあ何かしら、俺らは何かしらを確実に見落としてんの？そうだね。電気か？やっぱり。もうむずいじゃん。見るとしたら、例えばこの足元の展示ブロックのここが突き出てる時があるとか。はあ、なるほどね。ああ。この複雑な。うん、なるほど。とかこの、あれ、横が1個入ってるとかね。なるほど。はいはいはい、これ違和感あるの？違和感あるよね、ちょっとね。そういうことね。ここも一個だけ、そこも違ったりね。これも一応覚えとこうよ。こういうとこもやんなきゃダメだね。雑にやっちゃダメなことが分かった。はい。走らない。はい。ちょっと下見ます。デンジャラスレーン。デンジャラスレーン。大丈夫。電気ある。電気は、やば、斜めのとこは一つか、あの、うん。で、6分でしょ？ 6 分になってる。うん。膝を、に矢を受けても。はい、です。あーあああ、知らない人だ。知らないのがある。ポスター1個増えてる。ポスターというかもう写真ですね。これあったのかな？これ初めてだよね、多分。はい。初めてだね。さすがに気づきますよね、うん、あったら。じゃあ、これは、これはもう、ナチュラル。これが、うん、オッケー、ナチュラルね。はい、うん、一番。これは正解の形なの。はい。右は1個だけ。はい。違和感。はい。おじいちゃんがいました。これで2になりましたと。はい、これ合ってる、はい、合ってる、はい、OK、 合ってるね、うん、はい、乗ります。走らない。異世界の迷宮、2020年2月22日。ちゃんと楽しませてくれるな。電気1個ある。あれ、この手前は2個なかった？ああ、あったか。あります。下見ます。大丈夫、大丈夫だね、うん、見上がり、ちょっと上を見ながら週振り向きます。6分。はい、6分。膝に矢を受けて。遠やすの壁もね。うん。はい。ないか？なさそう。なさそうですね。はい。あ！あ、な、大丈夫。もう一回。あの、動物病院。あ、大丈夫。うん、あれ、ちょっと待って。何？時間ってさ、PM5 時からだった。だ、合ってるか。5時からだったと思う。15時、あ、15時じゃない。うん、大丈夫。合ってる。これじゃあ何もないか？うん、結構休むね。
いいよ、別に結構休む。4時間休むね、13時に終わる。15時の、まあまあまあ。飯行きます。これで違ってたら確かに時間危ないから。時間。時間？時間か？5時前。4時とかだった可能性ある。でも、そうか。やるな。3時だった可能性ある。本当は。でも PM ってついてるから15時にはならないですよ、多分。で、PM で3時。PM3 時。5時から8時だったよね。まあ確か短いか。やるな。はい、大丈夫。体力大丈夫でしょ。その辺もいじってくんのか。あ、なんか、これ暗くなるやつ？そうだ、暗くなるやつだ。うわ、時間見たかったのに。時間見たかったな。見れるかもしんない。でもなんか、ゆっくりしてたらダメそうじゃないですか、これ。まあね、なんか、ちょっと。また変な手みたいなの出てくるかもしれない。あの手怖いよね。はい。あれだけよくわかんないから、あれが7個目とかに来たら結構もう、きついな。あれ ?58 時だ。じゃあなんだよ。何が違うの？何だったんだ。それやめて、わかんないの。どっかやっぱ見逃してる一個があるんだよ、俺たちが。待って、もっと丁寧に見ないとか。見てない、これあるか。手すりとか意外と。この足元とか意外とね。足元は確か見てないっすね。あんま気にしてないかもね。タイルは OK。走らない。走らない来てほしい。異世界。2022月22、パン一つ。はい。電気。電気。うん、1個はい。デンジャラスレイン OK。ん？何？右のエスカレーターも上残ってない？あ！すごい！ほんとだ！こういうことか。その気にしてなかったかもしれない。確かに。そういうことか。そういうことだ。右も登ってるわ。なるほど。なるほど。そういう違和感だ。これはすごいよく気づいた。素晴らしい。結構あったかも。あったかもしれないですね。あったのかもしれない。それかもしれないですね。確かに気にしたことなかったわ。うん、これ絶対違和感。はい、3。うん、3だとね。OK。OK、OK、OK。一応タイルも見てて。あ、やってる。OK、あ、足習い！足習いじゃ楽。よしよしよし、足習いありがとう。ちょっと足習いタイム。足習いタイムって何すか？足習いタイムありがてー。一番休憩できる。いや、これ休憩じゃないよ。これ今のうちに覚えとくんだよ。うん、縦で、上が、そこまで四角。正方形のタイムね。上は。で、うん、電気に2個。で、2と。1、1、最後1、1ね。で、こんぐらい飛び出てる。こんぐらい飛び出てる。はい。これも、あんまり6分しか見てないけど、ね、値段とかね、1126万とか。ああ、それやばいな。アヘン、アヘン、コヘン。アベコベだ。アベコベ駅。アベコベ駅だ。いい街すぎて思わず飛び降りちゃいました。アベコベ駅。飛び降りちゃいましたもん、文字変わってるとかあるかもしれない。うん、うわぁ。とりあえずこれは走らない。うん、はい。はい、4。はい、OK。行ってきます。もう結構。よし。OK、走らない。走らない。タイルは OK ですか？タイル OK。はい。はい、OK。世界の迷宮で。パン一つ。電気一つ。電気一つ。エスカレーターも大丈夫ね。エスカレーター向こうフラットになってない？これは、いや、そういう風に見えてた前も、さっき。こけしの時にそんな感じだった。あ、そう。うん、はい、6分。あべこべね。1126万。シロアリ。はい。ちょっと、ホヤスキー一回。
問屋スキー、58、うん、大丈夫ですね。58、バウアウだった、バウアウ、バウアウだった、バウアウじゃない、さすがわ、バウアウバウアウだった、マジでバウワってことですか、わかんない、バウアウだよ。あと手すりの長さもう一回あの確認させ、いや、こんぐらいだったこんぐらいだったか、こんぐらい、え、待って、じゃあいいよ、なしで一回行ってみよう。え、疑心暗鬼タイムだ。バウバウワウだった可能性、バウワウの可能性ないか、ちょっと待って、すべてを疑え、マジで、そこはさ、いや、俺はもうそこはもうそんなことはしないだろう、そんなことするかもしんないんだよ、エスカレーターは。マジで、あー、ちょっと待って、あー、変だ、すげえ、嵐です、あのパターンもあるよね、綺麗だね。でもこういう看板あるけどね、たまに、確かに、ね、デンジャラスレインズタイムだね、今、違う、これいいな、デンジャラスレインだ、バウワウだじゃなかったか、まあ確かにバウワウっぽいな、バウワじゃん、バウワウじゃん、おい、じゃあ何よ、じゃあ何が違ったの、さっき何だったんだ、むずすぎん、あですよね、バウワウだ、そうだよ、待って。あのさ、やっぱ8番出口の時はさ、あ、ダメだったんだ、で、戻れたからさ、確認できたじゃん。はい。やっぱあれじゃん、フラットに見えたのはフラットだったね。それじゃあ次も見とこう。え、そのフラットになってるってことですか？エスカレーター。エスカレーターが。に見えてます。知らない、はい、大丈夫ですね、異世界の迷宮1個、どうエスカレーターどう、あ、同じ上りだ、あ、同じ上りですね、あ、上りになってる、うん、はいはいはい、これはもうこれで決定、うん、でフラットに見えるのか、やっぱそうかもしれないですね。結局、ほらこう、はい、はい、オッケー。俺たちが見逃してる何かが7回のうちに出てこないことを祈るしかない。そうだね。だから意外とさ、あの、いや手すりダメかもで戻ってたのが、なんかその違和感もね、ありますね。なるほど。うん、指摘してただけなのかもしれない。ます。走らない。タイルオッケーですね。うん、電気パン一つになってました。うん？パン。パン？ああ、暗いやつだ。暗い。これわかりやすい。パンって何？パン一つまでっていう。持ち込み。ああ、なるほど。それも見てんのか。はい。わかりやすいね、これで4、これはわかりやすい、うん、怖いけど、これと手が一応こう、怖い、これ実際に起こった一番怖い、怖い、ね、1周りに人絶対いるもん、まあまあそうっすね、それはそうか、おい、うん、さあ来ました、4ですね、4まで来たぞ、この辺から集中ね、よし、上を向いて乗るとそのまま始まるから、走らない、パン一つ、うん、2020、うん、雨上がり、昼下、電気1個、うん、はい、ん、あ、チカッと見えたの、あ、そう、チカッと見えない、あの手すりに隠れてるし、右6分、言い待ちすぎて、あべこべね、1400、
1126枚。シロアリね。あれ、ないな。ないのよね。あ、でかい、このライト。ライトがなんか、本当だ下に降りてる。ああ、ほんとだ。危ねえ。これでも見逃したの、回があったのかも。あったかも。よしよし。素晴らしい。バウアウ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 が正解。バウアウが正解ってことですね。はい、5来たよ。はい、5来た。よっしゃ。逆に何か怒ってくれた方が助かるね、ほんとにね。そうっすね。そうだね。怒んないと思って怒ってるのが一番きつい。きつい。ちょっとタイルも見ながら言って。タイルってこれ、うん、下の、うん、知らない。知らないね。2020パイパン。タイル。タイルの OK。タイルない、うん、電気1個。電気1個。デンジャラスレイン。うん、ちょっと違う。上もちらむ。後ろ6分。いい街すぎて8来てくれよ。エスカレーターは大丈夫ですね。エスカレーター向こう早くない？早い。え？早くない？早いよね。早いかも。早いわ。下り早い。下りが早い。わ、これとか見逃してたかも。下りめっちゃ早かった。下りが早い。下りが早いっていうやつ。本当かな？やってみよう。下り早かったよ。早かった、ね。早かった、早かったです。よしよしよし。こんだけ見てたらやっぱ、見えなかったものが見えるようになってきた！よしよしよし。よし来たぞ！あと2つ！手こないで！私の右腕、沈まれ。ちょっとこの、そのタイルのあれをさ、見たいんだ、ほんと。そこ、1個、これがかぶる。ね、これ2個が、はいはい、2個かぶる、はい。で、ここが結構ピョンと飛び出してる。うん、展示になってるね、はい、そこね。はい、よし、絶対ここ絶対見逃さない。行こう。うん、知らない、うん、2022に入る。大丈夫です。電気1個。あー、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。え、終わり？いや、まだ次7、多分7でちゃんと行けたらだと思う。そうっすね。オッケー、でけえこれ。こけしでけえ。あれなんか早くない？いや、まあまあまあ、こけしがもう早いっすね。あれじゃあ俺らその早いって。早く感じるね。早く感じるね。そこっち登ってて向こうが浮いてるから。え？じゃあ見逃してる？まさか。知らずに。怖。知らずに何か。それがいっちゃん怖い。でも、とりあえずこれはオッケー。うん。さあ、最後、楽なの来てくれ。さあ、7。7地味だな。膝、クイクイやってる。よし、行きます。体力確認を。早い。体力確認。早いがデフォ。体力ここが1個。早く見えんのか。行くか。よし。よし、行きます。行きまーす。はい。上見ながら乗る。で、こっちを見る。走らない。うん。2月22年、24年のね。パン一つ。パン一つね。雨上がり、昼下がり。下見る。下大丈夫。一個。電気一個。ライトとかね。6分、やばい。飛び降りる。エスカレーター早く感じるね。じゃあ何だったんだ。やべ。ちょっとお屋敷見に行く。ここに来て何もないわ、怖いなぁ。バウアウ。はい。くすり、はい。9時、10時。位置も合ってるな、犬ドッグが。で、矢を受けても大丈夫。はい、大丈夫ですね。1126。でかくなってるとかもない。
手すり低くない？手すり低い。え？めちゃくちゃ低いよね。え？おかしいよねこんな手すり。本当？手すり低いよ。手すり低い。え？壁も低いのかじゃん。あ、これが低いのか。嘘。あれちょっと待って待って待って。でもエスカレーいやここはいいんだよ。この辺が急に低く感じる。じゃあ低いんだ。ここ超低い。低いわ低い。膝元だもん。うん。そう確かにそんなおかしいもんね。膝元にあってそうだね。これ違和感あるもん、うん、すげえ。持てないね絶対。先生低い。上そうですね。上ここはいいね。ここまでここはまた。はいはいはい。ここ持てるじゃん。上ですね。でここ持てるじゃん。はいはい持てる。これも持っていけるじゃん。いや低いわ。急に腰ぐらいまで来ちゃうのよ。でここも膝なんだ。あおかしいですね。足首ぐらいにあるね。うん、すげえ。これだこれだ。どういうことなのか。これがしてたの。低い低い。これいいんじゃない？うんもしかしたら。違和感くんじゃないかな。手すり低くない？はい。いやこれでも7ってことでしょまだ。手すりは低いんです。もう最悪カズ、あそこの手すりは低いんだよ。もう最悪ごめんほんとごめん手すりは低かったわ。低いわ。ちょっと頼むよ手すり長いとか低いとかは、一般常識でやってくれよ。もうなんなんマジでおかしいじゃんだって言ってなんだよ違和感を見つけてるからさ途中で気づいちゃうんだよなんかね腹立つわマジで嘘だろマジで腹立つマジあそこまで行ったのにああマジ後ろ見て看板ロープンはいおべこべね言われちゃいます。ああ、おじちゃんか。手すり低いじゃん。低いんだよ。もともと低いじゃん、もう。低いんだよ。もうじゃあ、もともと低いってなんだよ。ダメだろ、もともと低かったら。もともと低いじゃん、手すり。ごめんごめん。もう、そこ行こう。うん、そこ行くけど、うん、ちゃんとね。丁寧に丁寧に。ああ、端習い。端習い休み。端習い休みだ。くそーじゃあさっきのは何にもなしでいけばよかったんだ。行けたんだ。行けばクリアだった。いけばクリアだった説ありますね。うわーいやこれがもう真理をついてるよね。もうでもさ何もないで、ね、何もないで行ってダメなこと多いからね。何もないと思っていやまあまあしょうがないだって低いんだもん、うん、しょうがないですくそー手すり低いのか。低いよ、手すり。確かになんで逆に今までなんで気にならなかったんだろう。低いのに。細かく、そこも見たらってことだね。はい、3ね。次は行くよ。よし。知らない。異世界の迷宮展2024年2月1日。パン一つ、パン一つ。タイルオッケーね、うん、デンジャラスレイン1個電気1個221何分ですか上6分ね、アベコベ駅でイーフのね値段が締まりで、矢を受けても、うん、歩き続けいや、ライトが下に降りてる。ああ、オッケー。下に降りてる。これね。はい、オッケーです。違和感よし、これで4。オッケー。ゆきさんね。はい、行きまーす。はい。エスカレーター乗るまでの違和感はないのかな、やっぱり。なんか、もしかしたら安定が、安定してからなのかもしれないですね。一回上を見て、で、下を見る。はい。エレベーター逆に動いてる。1でしょ。
宮がリヒル様で。あ、矢が刺さってる。ほんと、これ簡単ね。よし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 。野球系。野球系だ。これで5。うん。OK です。よっしゃ、野球系。OKOK。いや、もう俺、もう一周目でクリアしちゃうんじゃないかと思ったけど。うん、そうですね。甘かったわ。甘かったっすね。でも何かしら俺らが見つけてないのがあるのよと。そうっすね。それが来ないでもらいたいね。もうないよ。さあ、気合い入れてこう。はい、5。いいね。乗ります。はい。エスカレーター大丈夫。い早いの何だったんだろうな。世界。世界の迷宮で。2、2。パン1個。こういう時に天井とかも。あ、見た。値上がり、昼下がり。ロスターあべこべのイーフロ。これ早い、早いとかないこれ。早い。あ、これはめっちゃ早いね。これめっちゃ早いですよね。めっちゃ早く感じるから、やっぱ早い時は早いんだ。これは早いだわ。で、降りたらもう多分。普通に戻っちゃうんだよ。そうかもしんない。今のは早いか。今の早かったっすよね。早かったね、明らかに。早い早い。じゃあもう今のでこれで失敗だったらもう早いことはないって思ってある。早い、絶対早かった。ああ、よし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 。だってピュン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 だと思う。そうですね。ピュッ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 、あれは早い。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。タイル OK でした。タイル OK。 上見ながら乗る。はい。兵でかい？ん？なんすか兵でかい。ここも、この、そのくらい。いや、そのくらいに。あ、上りどっちも。どっちも上り。よっしゃ！どっちも上り休憩。よし！オッケーで、7。7です。あ、今こうなってたもんね。なってた、なってた。ってことは7だ。ってことはもうあと1個。よし。オッケーオッケー、ここまで来た。リーチ！でも7の時は、あれ、非常ベル押したらクリアにならないですよね。何もなしでドア行かないといけないですもんね。あ、どうなんだ？わかんないか。わかんないんじゃない？非常ベル押して、押して成功の可能性もある。登って終わりの可能性もある。出口になってたみたいな。これはもう絶対わかんない。絶対違和感、絶対重感みたいな。よし、はい、7来ました。さあ最後よく見てこう。はい、オッケー。よし、来ます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。走らない、走らない。2月12、下を見る。タイル、タイル OK だね。 OK、 タイル OK。ライトも221。雨上がり昼下がり2020春。早くないね、これ。大丈夫、これは大丈夫、これは早く、これは大丈夫ですよね。6分、6分はべこべでいい風呂で。おや、これはもうないぞ。いいんだって。一応動物病院見てください。はい、もう、はい、手すりは低いよ。手すりは低い。バウバウ。9時13時、9時14時。この、大屋敷。大きくなってるとこもないっすね。ない。矢を受けてない。うん。ない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 。うん、ないっすね。ない、さすがにない。よし。ないでしょ。ないね。こんな落ちてた？いや、落ちてました、落ちてました。ほんと？こ、繋がってなかった？え？繋がってはないか。下から見して、下から登ってきた。あれ？
いやいや、嘘嘘ちょっと待って、え、こうなってませんでした？なってたか？なってないか。いや、あそこ切り立ちすぎてるね、確かに。もうやだいや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 本当ここまでこう繋がってた。あと、あるよね、普通あるよね。いや、でも手すりの位置一緒じゃないですか。うん。いや、明らかに聞いとったような変な予感。嘘だえ、これだって。ちょっと待って。僕ら一回下から登った時に、何も違和感感じなかったっすよね、うん。こうなってたら違和感感じてました、さっき。もし。感じてた。ちょっと待って、上から見てみる。上からいつもこうやって。こんなになってた？変だよ。大島変だよ、これ。変だよ怖っ。いや、もうちょっと待って、もう。どうする？いやもう、その、俺信用できないわ、その、デコで手すりが低いっていうのがあるから。行ってみるか、じゃあ。行ってみよう。入ってみようか。大島信じよう。ちょっと待ってください。怖い、怖い、怖い。待ってください。ちょっと待ってください。ちょっと待って。ちょっと怖い、怖い、怖い。待って、待って、もう多数決で言うと、これ違和感の方が勝ってますよ、今んとこ。ここ繋がってそうじゃない？こんなわざわざ切り立たないもん。立てないもん。でも、もしこう繋がってるとしたら、これ手すりどうなってんすか？いや、手すりはこのままなんだよ。でも、これはここにこういう風になってる。なんすか、その違和感。いや、でもそうだよ。よく考えたら、でもさ、たけ、エレベーター、エスカレーターの間に見つけなきゃいけない違和感なのに、エスカレーターから見えないところの違和感はおかしいよ。そうか。そうか。だから手すりも、ないんだよ。変わることは。じゃあ、これいいんだよ。うん、行こう。行ってみよう。お願い！そうだよ、うん。見えないもんだって、うん、エスカレーターから今の。確かに。行くよ。ノノノノじゃん。あ、じゃあいいんじゃない？これ引けてる。くよし。いやー！あ、よかったー。よかったー。ちょっといい、下から見てみよう、あそこ。マジでよかったー。下から見てみ。危ねえ、騙されそうだった。ほらー、なってんじゃん。危ねえ、危ねえ、あ、なってる。あ、マジで危ねえ。こうやって疑心暗鬼させんだよ。危ねえ。え、ここ何も起きないですよね、もう。さすがに。騙されなくてよかった、うん。これウィニングロードじゃん。ここ気抜いてていいんすか？ちょ、ちょ、見とこう。よかったということで、もうまだ異変があと14コマなんだって。いや、なかなか面白かったな。いやー、楽しめた。そうだね。あの手すり低いのだけちょっと改善の余地あり。むずいもんだね。前がエスカレーターで判断もしないといけなかったんですね。うん、はい、最初からね。うん、帰りとかすげえ周りこうやって見よう、エスカレーターいいよ、お前のはいいよ、お前のエスカレーター。はい、ということで、皆さん高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。皆さんもぜひあと14個見つけてください、はい、また明日も見てね。バイバイ、バイバイ。